ナッシュさん。おお、え、佐伯さん。え、この番組はこのスポンサーの提供だ。お疲れ様。さあ、やってまいりました先生。はい、この T シャツなんすか先生、これ D これですか、これ何すか、これは、ダンロップ、いやいや、ダンロップです、はい、絶対違う、絶対もっといいやつ今日もリアクション動画やっていきたいと思います、はい、やった VTuber さんの今日はリアクションさせていただきたいなと、今日は誰だ思っておりまして、本当に今日は、はい、え、もう出したかな、ドドン、え、こちら見ていくんですけれども、はい、その前にちょっとご挨拶いいですか。はい、そうですね、そうですね、はい、ボイストレーナーやってます、マホンと申します。それから、はい、ボイスオクターのリーです。はい、生体の専門家ですね、リー先生。これは、歌ってみた、パーペキヒーローという。パーペキヒーロー、そう、曲。はい、これ、もともと、歌い手さんの曲なのかな、と思うんですけれども、うんうん、のカバーなんですけど、うんうん、まず、アップされてるチャンネルをご覧ください。星るべ翔さんです。あ、星るべさん。あのね、先日、スクリームの。はい。という楽曲のですね、うんうん、カバーのリアクションさせていただいたんですけれども、はい、そこのメンツの一人、星野翔さんのチャンネルで上がってる、まあ、そういうことです、そういうこと、当然星野さんがまず歌っているのかと思いきや、もうこれね、ちょっと待って、いろいろ見えてるけど、うん、そう、え、本家、はい、これめちゃくちゃいっぱいいろんな人が歌ってるんですね、うん、ってことはもう死ぬほどいます今日もうね一番多いかも今までで、ですね、8人います。あ、そうですか。はい。え、8人 ?8 人。大渋滞です。ヒーローですから。玉手箱です。そうそう。わーって。VTuberz。本当に。財宝が。そうそうそう。金銀の財宝が。財宝が。星野さんいらっしゃいます。うん。それから、小柳郎さん。うん。もういらっしゃるんですよ。おー。そう。で、樋口真奈さんもいらっしゃるんですよ。おー。だから、スクリームの時の3名はいらっしゃるんです。プラスと。そういうことです。うん。なんか、5人初見。一応見ていきますと、はいはい、赤木ウェンさん、はい、宇佐美リートさん、お、佐伯一徹さん、稲見雷さん、はい、村雲果月さん、あ、かっこいいですね、かっこいいですよね、うん、っていう8名、8名で8名で歌うっていうのがね、で曲3分半なんですね詰め込んでんのかな、幕の内弁当かなみたいな、もう六方細密重視あの、いつも皆さんにコメントいただくじゃないですか、うん、その中で我々よく勉強させていただく動画にですね、うんうんうん、わけなんでございますけれども、うん、その中でこれ、うん、聞いてくれ聞いてくれ、はい、すごいたくさん声もらったんですよ、どうですか、そうで見てみたら8人と思って見てーと思って初の8人と思って、ね、ちょっとこれ見ていくし、はい、で我々あの声の専門家なんで、うん、ちょっとこれ文字通り四方八方から声が飛んでくると思うんですけど、なんとか全部受け止めて、はい、あの、解説をさせていただきたいなと思ってますんで、はい、ぜひあのですね、最後までご覧いただけると嬉しいかなと思ってます。うんうん、このチャンネルではですね、日々発生関係の話、はい、ボイドル関係の話、リアクション動画、アップロードしてますんで、まだチャンネル登録をお済みでない方、うん、この機会にぜひよろしくお願いしますと。いう感じで、はい、じゃあ本編いっちゃいましょう。はい、じゃあ、歌詞割りに気をつけながらですね、うん、あの、歌詞割りを表示されてる一応サイトがありましたので、うんうんうん、ちょっと、参考にしながら見ていきたいと思います、はい、初見ですちなみにね、ちょっとゲームチックな、はいはい、いや好きですよ、いいですね、こういうの8ビットな感じ、いやいいですね、なるほどね、うおぉかっこいい、かっこいいね、おぉ小柳さんとかね、あ、あの日の僕らみたい、覆面顔を隠し、あちこちで、おお、なんか違いますね、最初違いますね、うん、まず最初の方、うん、これがこれ赤髪の方、うん、これ名前の通りですね、これ赤木さんなんじゃない、うん、赤木ウェンさんなんですけど、なるほど、まず印象として、うん、ボカロっぽいなと思ったんです、おお、いいっすか、ちょっと僕が聞いて、うんうん、まずこの時点での印象です、うんうん、普段は違うのかもしれないけど、うん、どうですか、そうですね、いや、もうまさしくあの日の僕らみたいってね、この音楽もうまさにちょっと電磁サウンドで、そうそうそう、ね、これをやっぱうまく歌えば歌うほどそう聞こえるのかも、あー確かに、この音程もぴったしでしょ、ぴったし、うん、でその、まあ、音程っていうのはその平均値の話じゃなくて、はいはい、ずっと一緒なんですよね、なるほどなるほど、だからその感じがちょっと電脳系に、電脳系ですよね、ね、聞こえて、だからまあうまいですよ、要するに、なんかその要するにうまいですよ、要するにうまい、だからこのセッ
界観を、うんうんうん、この曲の楽曲の入りとしてふさわしい歌い方、うんうん、次が、うん、うさみさん。うさみさん。うん。これうさみさんらしいです、次ね。うさみさん違いましたね。違いましたね。どう違ったの？ちょっと人間感が。うん、おなんだろう、その、お男らしいですね。なんかね、戦隊ものの。そう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 。なんか、見た目的には、なんか、こう、なんだろう。うんうんうん。電撃みたいな。はいはいはい、はい。そうそうそう。鬼滅の刃みたいな感じするけれども、ね、あの雷の呼吸とか、そう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 、シュッて確か型を覚えてなさそうな感じするんですけど、なんかそれよりもうちょっとこう主人公感のある、そして途中ちょっと声色変えて、変える変える変える、なんかあったよね。こっちで次元を超えてね、ヒーロー感ですね。これね、いいんですよね。90年代のアニメみたいな。そうそう、超えてみたいなね。ね、やっぱ仮面ライダー好きとしてはそうだ、仮面ライダーだ。仮面ライダー感あるんですよ、ね。パイプヒーローを出してきてんですね、これね。あ、ヒーローか。ヒーローなんで。多分ヒーロー感出してる。あ、じゃあそれぞれのヒーロー感があんのか。だから色がもう分かれてるのかもしれない。そういうことなのかもしれないです。顔中この、この感じっていうか、うん、はい、さっきもそうなんですけど、あっちこっちで、あっちこっちで、超えて、流行、この K で、において、しっかり言う。しっかり言うってことが、この仮面ライダー感につながる。これは豆情報ですね。そうなんです、皆さんぜひ。仮面ライダー出したい人は、ね、チェック。まあ確かに、こう、裏返りやすくなるポイントでもあるんで、あ、そうなんですよ。そこで、しっかり、ね、いく、そこって。こうってね。そう、うん、とヒーローが出ますよっていう。お、おお、おお、いろ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 、ちょっとちょっと、いろいろ、急に来ましたね。登場人物すごすぎ、ね。で、これはすごいですね。あの、惜しげもないですね。やっぱ戦隊ものだったんですよ。そうだね。いっぱい主人公いるんで、で、みんな個性がすごいですね。まずはだから戦隊ものの。はい。なんとかレッドみたいな。なんとかブルーみたいな。そうそうそう。なんとかピンクみたいな。あるじゃないですか。そういうので、まずこう、ね、一人一人。割り振りがあるんです。そうそうそう。そう、いいですね。やってきてる。個性の分配。最高ですね。4人来たよ、これ。うん、一気にね。4人来た。これまず、我々存じ上げてますが、うん、これ星野さんなんですよ。いやー、スピードのね、そうですよ、また。印象が違うんですよ。なるほど。ちょっと、ちょっと、けだる系。あ、でも、そう考えると、共通点が。確かに。うん。おぉ。ダメダメダメなしよせ。ここは、ちょっと、オクターブ下なんですよね。これ、むずくない？緑。確かに。だって、この、戦隊物でこう来てて、みんな声帯合わせてるのに、確かに。ここで、ボソボソ言ったら、ダメなわけでしょ？確かに。うん、これ、低いところで、ね。パキパキ。低いところで、パキパキってむずいんですよ。難しい。むずいんですよ。ここもなんか色出してきたんですよ。色出して。色の出し方が違う。違うんです。面白いですね。おー、また違うね。なんかこれね、かわいい。上の方だな、これ。この4人のね、歌詞振りっていうか、すごい。入れ替わり。あいてかれちゃう、みんな、なんか一番ニュートラルかな。はい。これは、どなたですか？これ、稲見さん。稲見雷さん。ちょっと中性的じゃないけど、ちょっとこう、ふわふわ系ですよね。これ村雲さんで、ね、忍者っぽいですもんね。そう、忍者っぽくってなんかこう低音でなんかこう忍んでますよね。忍んでんですよね。なんか何ですか、なんとかトンの術みたいな。あ、そう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 、あるあるある、うん、水トンの術、水トンの術隠れている、隠れてる、そう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 、抜き足差し足忍び足してる。これそう、いや、そういうことか。そう、巻き美少マイクのとこでちゃんと表現できてますよね。張ってる、すごい床を張ってますよね。張ってる、あ、うん、そう感じですよ。そんな感じ。ねえ。で、いいじゃないですか。軽やか。で、これね、小柳さんだぞ。あ、小柳さん？そう。ええ。かっこいいっすよね。かっこいい。なんか、僕、これ、うん、なんか全然違う来たかと思ったぐらいね。うんうん、なんか、爽やかボーイ来たと思ったら小柳さんだ。そうそうそう。でもちょっと片鱗、片鱗があるんです。片鱗ね。これを押したら、あのスクリームの時のえげつねえとその気の声になるんだろう。はい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 。いろんな顔があるんだね。おおおおおお、この犬のこうなんかこうワンちゃんの耳がついてる方、そう、これ佐伯さんがここで初登場。うん。これね。おお、グッて言ってません？押すかんね。
オスカンからの、うん、なんかちょっと軽やかな、ちょっとね、これはあれでしょ、でも赤木さんが、おお、なんかこの佐伯さん、佐伯さんなんか一番パワフル、うん、そうそうなんですよ。あ、なるほど、パワフルというかちっともなれない、このね、舞台感ですよ。わかります、わかります、はい、ロミオ、ジュリオみたいな、なんか ねこれも個性的ですよ、個性的、まあ、こっちに振ったのかもしれない、かもしれない、何でもできるから、あ、そう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 、個性をみんなで振って分散させたのかもしれない、そうですよね、うん、うまく歌うだけじゃつまんない、そのヒーロー像をちょっとこういろいろしてね、うん、岩タイプです、ね、相談のそう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 、ね、タイプ分けした可能性もある、あ、そう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 、色も違うし8人いて8人とも岩タイプじゃ戦いにならないんで、やっぱちゃんといろいろ振り分けてね、振り分けてパーティーよね、はい、これが、うん、これね、これ火鉢さんか、マジ、え、火鉢さん、火鉢さん、これマジ、マジ、おー、マジで、いやでも柏里はそう書いてますね、いやだからそうなんですよ、全然ちゃうやん、違いますね、これ、うんうん、さっきの冒頭の話、うん、で言うと、スクリームに出てきた3人が、うん、全然違う、全然違う感じでね、でも、そうですね、違う人や、だからこれやっぱりキャラクター重視でこの曲歌ってんじゃないですか、ね、そう、で割り振りなんです、それか、うん、スクリームがガンガンに振ってたかっすね、なるほどね、そっか、あっちがもう悪魔のように悪魔に魂を売ってあなた、なるほどね、可能性がある。これが本来の。戻ってきたらこうなる。そう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 。ハイチさん確かヨーデルやってましたよね。だから、その感じですよ。これは得意なんだと思うんですよ。得意なんでね。うん。上目のこっちに当てる。あれ、俺の、この上が得意なんですよ、きっとね。はいはい。だから、これができるんだよ。できるのか。うん。できるというか、上がね。そう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 。おー。あ、オクターをしたとこもちゃんと聞こえて、うん、この、なんだろう、みちみち。みちみちね。ちょうどいい風にね、詰め込んでますよね。リズムもみんなバッチリだから、ちゃんと気持ちいいっすね。パス、そう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 。ヒーロー感やばい。低音組。いいんですよ、ここね。ここは俺たちに任せろって。なんていうかね、守ってる、縦ですよ、そう、縦守ってるよ、これハツラツ組とかっけ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 、めっちゃかっこいい、かっこいいっすね、いや、いいね、めっちゃかっこいい、これやみつきになる、いや、なる、小柳さんのクリーン、こうなるか、これが正面像ですかね、うん、ええー、いや、なんか、うん、色気やばいっす、やばい、色気やばい、最後ちょっとひっくり返して、ね、うんうん、そうですね、できるんだな、こういうことが、いや、なんかセクシーやわー、ね、ジポンプでもなければ指がやめられない、やめられない、セクシー、セクシーね、声がセクシー、セクシーですね、お、シルベさん、うん、シルベさん、あ、ここで集結してる、集結してる、うん、セクシーが、セクシー集団だね、お、こんな平和な、ねえ、ヒーローの子じゃないですよ、そうそうそう、これはちょっとね、こんな平和な、ね、世の中じゃ、おお、セクシー、セクシーね、こんな平和な世の中じゃ、じゃあってやってましたね。おお、話した。おお、かっけー。油断しちゃった。油断しちゃったね。油断しちゃった。これ作戦にまんまとハマった。やなー。敵はこれやられますよ。色仕掛けでした、ね。色仕掛け。これが本当のね、ヒーローの。おお、かっこいいわ。これはスクリームやなー、これ。これも。いや、スクリームです、ね、スクリームか、いっちゃってんだな、見たい、見て、これね、見たいから準備してるんですよ、なるほど、
早くごめん見たいって話さ。そっかそっか、うん、見たいまでセクシーにいっちゃうとちょっと女装不足さ。さあ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 、一回ステップ踏んでるんですね。誰がわかんねえ。さあ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 、そこにもよく着目です。かっこいい、かっこいい、うんうん、かっこいい、すごいかっこいいっす。阿部さん可愛いんだよ。可愛い可愛い、まっせー赤なのに。うん、赤ってリーダーのイメージですけどね。なんか自由奔放なリーダーというか、ね、そっち、うん、おお、繰り返し。やっぱ K なんですよね。これ K の歌詞に割り当ててんじゃないですか、うんうん、なるほどね。 K をしっかりそうヒーロー感出して、ね、痛い痛いっつって、うん、くれってね。そうそう、 K は俺にくれっつって、 K は俺に任せろっつって。そったもんだの繰り返し、この C がね、 C SH ね、子音が強い、ね、子音をね、そうしっかりと。これ昔のアニソンあるあるなんで。あー、そうか、うん、なるほど。そう、じゃあその言い方はこれね、あのヒーロー感出せる、ヒーロー感出せるんで。なるほどなるほど、昔ながらのみんなの DNA に刻まれてるヒーロー感が出せる。おお、え、佐伯さん、え、すごかったっすね。めっちゃ押す。あ、低音組がまたその次も来るんだ。村上さんが来るんだ。おお、全身そびえるのも立ってる。舞台スポットライトが見えるねえね。これはでもちょっと荒々しいですよね。荒々しいわ、うん、これなんかだんだん重くなるんやな。だから日橋さん来るじゃん。ちょっと来てミドル、確かに確かに、グンって来て、そしてどうなる。村上さん、村上さん元気になった。なんかね、元気になった、元気になった。だから今の子がやっぱこうだんだんヘビになってって、うん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 、かましてくる、うんうん、これだからあれでしょ、水筒の術今ちょっと出てきたでしょ。ね、睡眠からこう、そうそうそう、次ライトン使います。カトンかライトン、どっちか攻撃魔法使う。なるほどね、やばいやばい、楽しみですね。そろそろね、攻撃のやつ、手裏剣かもしれないけど使ってくる。まずいですよ、はい、これはまずい、気をつけない、はい、じゃあイエイイエイ、これそろってますね。おお、ひょうひょう組って感じがする、うん、ひょうひょう組、こっからまだね、この水剣組、そう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 、え、優しい、なんかね、トロピカルな声してるこの人、優しいのよね、うん、優しキラキラな感じ。優しキラキラ、トロピカル、トロピカル、なんかトロピカルなんだよな。なんか魔法みたいに、さあ、そうそうそう、優しいキラキラキラ、そうそうそう、トロピカル、あそうそう、なんかそういうなんか声する、うん、甘いのよね、甘い、うん、甘い、少女漫画みたいな、うんうん、面白いですね、面白い、うん、なんかどんな個性を継ぎ出すかが、うん、なんか楽しみ、楽しい、なんか早着替え衣装を見てみて、いや本当にそうっす、ね、みんなの、いや本当にそう、本当にそう、うん、あーあー、おお、奥下がこれちょっと地味にすごいなって思うんですけど、うん、オクターブ下って、うん、こんな強く出せるっすかっていう、そうだね、これぐらいの感じでちゃんと言ってますよね、素晴らしい、ちゃんとなんか胸で歌えてる感じだな、ね、いや、そんとそうなんですよ、それがやっぱいい声の条件なので、あ、そんとそれは満たせてるっていうね、ね、うん、ボイトル的な真面目な話をすると、うんうんうん、この胸でちゃんと歌えないとちゃんとした声が出ないんですよ、うん、そうですね、本当にすごいいろいろ端折ってますけどね。だから高い声だけ練習しようじゃなくて、はい、これぐらいの感じで歌う練習をすることによって、はい、勝手に高い声も良くなったり実はするかもしれないっていうことですよ、うん、メロディーがこの曲、そう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 、一応当てはましたけど、はい、なのでね、うん、多分よくこの裏で鳴ってる奥下もすごい魅力の一個だと思いますね、うん、これね、うん、あ、うお、ちゃんと、かっこいい、ね、福井ね、そのちゃんと組み分けされてますよね、組み分けされてますね、上組、うんうんうん、なんかミドル組っていうか、ひょうひょう組、魔法系組みたいな、なるほどね、いいっすね、おいいね、出た、奥下のね、スイート、ここも、あら、甘いのよ、響きすぐだった。え、これ本当になんかその
次から次に供給してくれていいっすね。しかもその組み合わせが8人いるから、そうです。いろんなパターンができる。元気出る。ずっと元気出っ放しです。出る。アドレナリン出るわ、これ。ちょっと1個言っていいですか、うん、今のかませは、うん、宇佐美さんいいんだろうなと思ってました。まあ、かがすげえ聞こえたんですよね、うん、この最初のとこでいいよ、ここかがすげえかですげえ聞こえるからいるんだろうなと思ったらやっぱり出すね、はい、あ見える、ここの誰かが叶ってんですけど、うん、次わかります超必殺の、うん、って誰かが言ってんすよ。全員じゃないね。全員じゃない、一人ね、一人だけね、いる、ね、スパイがいる、一人割り出さないと、これ危ないっすよ、これ、ね、危ないね、うん、お展開がね、おお、ああかっこいい、かっこいい、おお、全集合だ、うん、衣装が変わって、わあ、おお、うん、これね、これやっぱ心臓の像はしっかり言わないと、決めポイントのやっぱ一つだと、素敵な心臓だ、心ゾーンとかじゃ絶対ダメですよ。あ、そうですね。もうバキッと言わないと。そこそこ高いですね、これ。うん、結構高いです。平凡ぐらいありそうですね。ありそうですよね、これね。ありそうだけど、ちゃんと言ってんな、これ。ちゃんと言ってるんですよね。あ、うん、そこがあるから、この次が気持ちいいっすよ。気持ちいい。ハイトーン、ハイトーンね、今のこの曲一番のハイトーンじゃないですか。そう、 B4 ぐらいありそうだな。やっぱトロピカル、うん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 、いやエンディングかっこいい、いやかっこいいっすねかっこいい、めちゃめちゃいい曲これ、疾走感ね、ええ、かっこいい、これかっこいいやった、パーフェクトでした ね、 ね、この曲、うん、美味しいっすね、美味しい、美味しい、うんうんうん、ビュッフェスタイル、マジでもう2週3週してできる、はいはい、ちっちゃい小皿にいっぱいいろんな声が盛られて提供されて、はい、すごいな、それぞれの個性をぶっ飛ばしてて、うん、普通に楽しかったっすね、楽しいっすね、うん、楽しかった、あ、多分これね、ほんと数節だと思うんですよ、一、うんうん、人数節しか味わえはしないから、うんうん、どんどんこの一人一人をまた深掘っていきたいですね、そうですね、今後本当にそう、一部をこれで摂取させてもらったという、はい、本当お試しパックみたいな感じですから小分けにされたものですから、はい、もっといろいろ多分魅力的な表現とかを各々持ってらっしゃると思うんで、はい、ぜひちょっと個別にも着目しながら、ね、ちょっとこの忍術の残りの忍術ね、気になりますね、まだいっぱい持ってるから。なんか、巻物とか。あるんですよ、絶対。手裏剣とかね。ある。あるよね。とはいえですね、この声の、この曲の中で垣間見える声の部分とか特徴とか、うん、いろいろ解説させてもらいましたんで、うん、少しでもですね、参考になっているという方、うん、グッドボタンと、あとチャンネル登録ですね、お済みでない方は、この機会にぜひ、よろしくお願いしますと、はい、いうこと。あとは、今回の動画もですね、皆さんの、コメントのおかげで、たどり着いた動画の一つでございますんで、今回もぜひ、リクエストとかですね、この曲に関する豆知識とか、こういう VTuber さんいるんだよ、とか、これのすごいよとか、うん、コメントで教えてもらえると僕らも勉強になってすごい、はい、嬉しいです、いつも全部拝見します、ありがとうございますという感じですね、ぜひコメントもお願いしますという感じで、はい、生体の専門家李先生と、ボイスメーター魔法がお送りいたしました、今日もありがとうございました、バイバイ。